どうも、あきです。栄冠9やっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。この栄冠9の動画いつも楽しみですという方はぜひとも高評価押していってください。さあでは今回は夏の甲子園2回戦からやっていきましょう。いや前回阿部日もつきましたし非常にいいですね。あ、3回戦かこれ。確か今年1回戦がなかった気がするのでもう3回戦ということで頑張っていきましょう。まあ、試合があれだった分アイドル総合練習がこれ引けているんですよね。はい、行きましょう。さあということで小坂さんに威圧感がついて、まあ、威圧感は前のバッターにも効果を発動するというものだったのでちょっとそれ被っていたので打順を今回変更しております。これだから小坂さんにしようかな。そのまあでも古軍でいいか、4番バッターだし。ということで1番に小坂さん、2番に中条とここが威圧感がダブっていたので小坂さんをまあ今246に威圧感持っておこうということで6番バッターに今回置いております。そして1番バッターにはこの秋山さんを入れてみたと。まあ、特に走塁面、盗塁 B、走塁 B、かく乱、このあたりがですね非常に1番っぽいなと。まあミート46ですが1番で置いてみると打ってくれる選手っているじゃないですか。まあこの小坂さんみたいな感じでちょっと奮起を促すというところでも1番に置いてみたいなと思います。はい、そして天野がノリノリなので天野先発でいきましょう。よし、まあ、1番岸田っていうのも考えてます。ちょっとこの試合だけ試してみようというオーダーですね。1年生で1番任せられることってほぼないので、まあそれだけ期待の多い、期待の大きい選手というところでもありますね。いきましょう。東の横綱先行チーム、熱戦が続く甲子園球場、そこセネク B、 ツーアウトランナー1塁という場面でバッターは3年生関東の怪物ブルゴー、なんか尖った B ではあります。キャッチャーは結構走りにくい感じがありますね。ムード罰がいるチームには負けらんねえな、負けらんねえよと。クイック C、137キロ、137でも結構走りにくいかもしれないです。これまあ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 、ちょっと秋山さん1試合、まあ、1番バッターなので最低2回は出塁してほしいというところはありますね。これは秋山さん出てるんじゃないかな。オーケーオーケー、ギダギダ悪くないですよ。いや走りたいけど走れないかな。盗塁さんではこれやめときましょう。このバッテリー相手にちょっときついっすね。3ではおそらくアウトになってしまうかなという感じがありますね。めちゃめちゃ粘ります。素晴らしい。おーい、さあ坂入り、ここはまあ一つ送るという意味でのセーフティーでいいです。もうちょっとさすがに右バッターで走力もあれなのでなかなかセーフは厳しいですが、天野ノリノリですがもうここは代打出します。丸木君いきましょう。パーヒ工学打率5割8分3厘すげえ。いや丸木くんなんか来年やってくれそうですね。まあ早いタイミングでの積極的なこの起用というのもあります。いや秋山さん頑張れ。やっぱなかなかにロマンあると思うんで1番バッターとして、はい、才能開花。あ、そうだ、パーヒ工学だけじゃないんだ、阿部日流し打ちにもなってるんだ。もうそっちにかけよう今回。うわー、やっぱ阿部日流し打ちの方が強い疑惑があるんだよな、パーヒ工学より。
いや、ほんと4番になりましたね。素晴らしい。セーフになって、よし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 。で、ここに6番に小坂さんがいるという、はい、1番、2番ね、6番と下位打順も打っていたことありますし、いろんな打順をこの打ってきたこの小坂さんという男であります。で、来年は4番を打つかもしれないと。広角とかつけ、反対方向にこれでホームラン打って広角つけ、試合で。3番っていうのも全然ありますしね。さあ、ここで塩田、ここで塩田、頼む。いやー、相手も結構強いからな、今日は。よし、これも代打ですね。まず加藤を出して、お祭りを引きます。そしてその後もう、お、したたかいますね。サハラを出して、セーフティー気味のバントで、よし。そして1番秋山さん、まあ、今2打数ノーヒットということで、ここで打ってもらうしかないな。ここらで一発ヒットヒット、よっしゃー。いや、1番起用に応えてくれました。今代打も一瞬あるのかと思いましたけど、よし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 、まあ、秋山浩二さんですから、それは打ちますよ。よっしゃー、期待に応えてくれましたね。うん、普通の送りバントの方がいいかなって一瞬思ったんですけど、まあいいでしょう。うわ、このチーム結構強いな。でもそんなチームからもしっかり得点は取れているので素晴らしいと思います。まあ、ちょうど1イニング1点ずつぐらいのペースで取っていると今、まあ、最低限目指すところ、うちの。いやー、きつ、これが入んないの。アゲンスト強すぎ。よく金本あんなホームラン打ったな、甲子園をホームとして。いやー、もうそろそろちょっと回し方を考えていかないといけない感じはあるな、これ。ちょっとここはもうさすがに秋山さんのところに入れた方がいいかなと思います。はいね、うん、ピッチャーが足んなくなりますね、じゃないと。まあ、最終的にまた野手が投げるというね、まあ、全然そういうことはありますけど、うちにおいては。でも完封リレーできているんで、よーしよしよし、やっぱ系統世代楽しいっすね、普通に。エラーあるよ、転がせなんであるよ、エラー。よーしよ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 し、いや、これピッチャーまで回るな、普通に。よーし、いや、塩田打ちますね、本当に。よし、塩田もうダイソー行きましょうか、宇野さん。この間盗塁アウトになったので、ここはナイスと。よし、坂入もこれ代打行きましょうか。まあ、そのままキャッチャーに入れるこの花上を行きましょう。入ったんじゃない？うわ、風が今日は風が完全に相手に味方している、そんな感じがあります。よしよしよし、
ただ雨はうちに勝利をもたらしてくれると。よし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 。いやー、サハラもずっとね押してきた選手なので、おいでそのピッチャーがV に出るんかーいっていうね。中条は今日ノーヒットだ。それはいかんな。これセーフティーの方が良かったりするのかな。よし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 。よし、いや秋山さんにも1本出ましたしね。いやー打線もつながってます。よしよしよし、いいぞいいぞ。威圧感が1人増えるとやっぱ変わってきますね、この辺も。いやー、阿部日流し打ちでいくか、パーヒ広角でいくか悩ましい。いやー、いや風が、いやパーヒ広角、いやーどっちでいこうかな。やっぱ4番だからパーヒ広角かな。悩ましいっすね、本当に。よーし、大チャンスを作って、小坂さん、そしてもう一回セーフティーしてやろう。よっしゃー、小坂さんにはこれがあります。でダイソーで出た宇野さんに回ってくると、この回すごい回ってるんじゃないか。これヒットじゃん。よし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 、この回すごいな。でもう一回花上にも回ってくると、難しいなこれは。エラーリオ、エラーリオ転がせなんで。よーしよ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 し。いやー、サハラすごいな、満塁ホームランかあれ。さあ途中から出てきて6打点とかいう、3打数3安打6打点とかいうとんでもない選手になるのかならないのか、どっちなんだい。ということでそのまま守備は入ってもらえば OK と。よーし、あらもう一人代打出せるのに。あそこで入れ替えでピッチャーを打順一番回んないとこに下打つ方が良かったかな。やっぱパーヒ広角か。古墳なんかすごくなりましたね。お、1年生ピッチャーしかもう残ってないんだな、この。よし、こっからまた点取るぞ。で、6番に入った小坂さんも多分大活躍今日してる気がしますね。まあまあ、はい、まあまあ活躍ですね。そんなに守備が良くない気がする、やっぱり。こういう時はセーフティーだ。よし、途中から入った宇野さんも大活躍でやんす。よし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 。でもここで思いっきり打つしかない、花上。よーしよしよし。20点いこう。この結構強めの相手に20点はやばい。いやー、サハラもね、ほんとちょっとだけ押してきた選手なので活躍が嬉しいですね。これ内野安打あるんじゃない。よし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 。途中から出てきてヒット3つは嬉しいです。でここで OK、 もう1人の代打蒲原が使える。よーし、やっぱ全員使い切りたいんで。フェア、惜しい。まあ1年生1人だけね、あのもうカードを使うだけ要員がいますけど、あとはもう戦力として全員活躍してくれているっていう、そういう素晴らしい世代ですね。さあヒット1本で終わるわけにはいかねえ。中条満塁にするか。調子悪い日はもうバントでしっかり内野安打を稼ぐ。よーし、 OK。 おいで調子良さげな戸沢に任せるしかねえな。
うわー、20点いきたかったなー、20点いきたかったなー。8回がノーヒットっていうのが痛いっすね。さあ、そしてピッチャーは完封リレーという、これ完璧な流れだな。そういう完璧なやつでいきましょう。うわー、まあ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 、シングルヒットなら。左バッターボックスは米川、今日はここまで3打数1安打。うわっ、いやー、完封リレーでいきたいっす。ここは完封リレーでいきたいっすよ。このほんと全員使い切っての完封リレーって最高じゃないですか。投手も野手も全員使い切って、みんな活躍しての、誰も活躍してない選手がいないっていう状況での完封リレー、こんな素晴らしい人生ないと思うんですよね。しかも防御率 0.00 の秋田、このまま卒業していきたいですよね。投手3枚看板世代と、まあ、言えるかもしれません。このまま卒業したい。よし、ナイスゲーム。これはナイスゲームじゃないですか。意外とホームランを3本しか出てないですね。しかも丸木くんとかね、サハラとか途中から出てきた人が打ってるし、これはなんかつくかもしんないですね。これは誰かになんか特能がつきそうな気配があります。ついてくれ、サハラに流し打ちとか広角でもいいよ。うわ、つかないか。いや、この試合でつかないか。そして秋山さんも総力本当に上がってきましたね。 OK、真の一番バッターという感じがします。まあこの試合ね、なんとかあそこでタイムリーも決めてくれたんで、このまま行きましょう。秋山さん1番で行きましょう。まあ今ほんと打順もハマった感じもありましたし、まあしばらくこの打順っていうのを試してみたいなと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ちなみに僕はもう一つ考えていたのは、違う、ごめん、キャンセル。こうです。で、塩田が打ってるんで、塩田5番バッターっていう、岸田がチャンスいいなんで、まあ内野安打も持っていて1番バッターで、5番に塩田を入れるっていう、まあこんなオーダーも考えてるんですけどね。いやでもちょっと今ハマってるっぽいんで、これで引き続きいきたいと思います。アディオス。